髪の毛を描くのが苦手でつむじを意識したりしてるんですが、全然得意的になります。つむじを意識して、まあ、つむじだけじゃダメだよ。つむじから全部生えてるように描いてるわけじゃない。これ、なんか自分の髪触ってみたらわかるでしょ。いろんなところが髪生えてる。もみあげとかなんか特にここら辺から生えてるし、全部つむじからってやるとバナナ被ってるみたいになっちゃうから、それじゃね。もちろんつむじから生えてる部分を意識するのは間違ってないんだけど、どっかのイラストの講座からつむじを意識しろってところだけ引っ張ってきて止まっちゃう。なんかね、一部分だけ引っ張んだよね。言い方悪いんだけど、みんな印象に残った部分だけポーンって持ってきて、それやってるのにうまくいかねえみたいな。それうまくいかない。ちゃんと何回も聞いた方がいいと思う。同じ人の動画とか文章とか物にするまでに時間がかかる。それを一回しか聞いてなくて、で自分の印象に残った部分とか自分に都合がいい教えとかだけをピックアップして、でも丸々さんこう言ってたけどなーみたいなこと言って、完全にあれカービィの下火みたいな、スマブラのこうやって岩みたいなのこうやってガチャンって下にズドーンと落ちて、なんかいや俺はあの神石がこう言ってたからこうなんだみたいな、それでなんか下火から解除せずに横火食らってぶっ飛ぶ、ボーンって、はいお疲れ様でした。一瞬強いから、おしこれ強い、これでいくぜって言って、そのままもう一回上に上がろうとしないから。多分もっといろんなこと言ってんだけど、動画とか教えてくれる人が、その言ってくれたことを一個だけしか使ってない、永遠にそれだけ擦ろうとしてくる。他にもいっぱいあるんだけど、基本的に動画とか本って一番最初にめちゃくちゃインパクトある言葉を持ってくるのが、でもこれしょうがなくて、そうしないとやっぱみんなに見てもらえないから、真ん中ら辺結構みんながスルーしそうなことだけど重要なことを書いて、で後半また最後締めに強い言葉を持ってくるんだけど、その最初とか最後だけ覚えてるから、真ん中にいろいろ言われてたこと抜けちゃってたりするから、そこら辺は確認した方がいいですね。あ、こんなこと言ってたんだって発見できる。一回書いてみたりとかしてね、言われたこと通りで、なんかうまくいかないなって言って、もう一回見に行って、もう一回見に行ったら、あ、そういうことみたいな。